人が得る快楽はそれを手にしたほんの一瞬だけよ。悲しい祭りですね。こんな日にグッドウィンを捕まえて。最近暇だな。困ってる人がいないか探してみようぜ。手伝えることはないか？今はウィンドブルーム祭ですから、あなたたちに手伝ってもらうことは何もありませんよ。何もないのか？じゃあ他を当たってみるか。に手伝えることはないか？冗談がお上手ですね。今はウィンドブルーム祭ですよ。あなたたちに手伝わせるわけにはいきません。おかしいな。だったら冒険者協会に行ってみよう。依頼をくれ。申し訳ございません。ウィンドブルーム祭期間中は依頼の数が減っておりまして、こちらからご紹介できるお仕事はありません。冒険者協会ですらこうなのか？どうするんだよ。オイラたち失業しちゃったのか？ダメダメ、オイラは諦めないぞ。他の人にも聞いてみよう。星と深淵を目指せ。私のウィンドブルーム祭は誰がお花を捧げるのかな。私だったら。風の花？風の花といえばもちろんタンポポだ。それとも花を植えるお祭り？ウィンドブルーム祭は愛と自由を象徴するモンド城の伝統的な祝祭だよ。ウィンドブルーム祭セレモニー中はモンド城全体が盛り上がるの。毎年この時期になると人々は風神バルバトス様に風の花を献上して愛と敬意を捧げる。それ以外にも好きな人や大切な人に花を贈る伝統もあるの。ウィンドブルーム祭になると店がとても忙しくて、まあフローラにとっては幸せな悩みだけど。
風の花はウィンドブルーム祭の象徴、自由と風の精神を代表する花だよ。じゃあ風の花ってどんな花なんだ？話すと長くなるけど、フローラのおばあちゃんから聞いた話だと、おばあちゃんが生まれるよりもずっと前に風の花は生まれたんだって。多分何百年も前のことだね。人々はタンポポを風の花として贈るな。理由はわからないけど。ってことはモンドの人たちが言う風の花はタンポポだったのか。多分ね。確証はないけど、フローラの家ではずっとそう言われてたよ。それは違う。話が聞こえてきてつい風の花について話してたんだよな。果物屋のクイーンか。お前もこの話に混ざりたいのか。いや、俺はただ風の花がタンポポじゃなくてフーシャースターだということを言いたかっただけだ。ほらクイーン、こんにちは。フローラ、最近君の店にフーシャースターを買いに来る人が少なくないだろう。そうだね。ほら見ろ、全部俺たちフーシャースター派のおかげさ。フーシャースターはモンドの象徴であり、フーシャの化身として風と自由を代表している。風の花はフーシャースターに違いない。俺を信じれば間違いない。モンドに伝わる正当な風の花はフーシャースターだ。あら、そうだったの。こんにちは、ベア。風の花って確かセシリアの花じゃなかった？そうなのか。風の花がセシリアの花だなんて初めて聞いたけど。そんなわけない。確かに風の花の定義は物議を醸している。しかしモンドでは一般的に風の花はタンポポかフーシャースターのいずれかであると信じられているんだ。この2種類の花には独自の歴史がある。みんなに聞けばわかることだ。俺からすればセシリアの花なんて話聞いたこともない。なんですって？本当のことを言っただけじゃないか。そんなに俺を睨むなよ。あなたね。ふん、もういいわ。え？ベア？ベア？おかしいな、なんで怒ってるんだ？俺、何か間違ったこと言ったか？みんなの風の花に対する認識はこれで合ってるはずなのに。喧嘩しないで。店を閉めた後に謝りに行こうかな。なんで怒ってるのかわからないけど、謝りに行かなきゃダメだよな。ま、いつものことなんだけど。見て、あの二人、この祝祭の雰囲気とぴったりだね。ウィンドブルーム祭は自由、風神、恋人たちの祝祭だから。なるほど、そうだったのか。でも風の花が何なのかすら統一してないんだな。それもそうね。でもそれでこそモンド人じゃない？美食美酒、それと美しい花々。旅人、あなたが今回の祝祭を楽しんでくれることを祈ってるわ。楽しそうな祝祭だな。風の花に関する疑問はまだまだ残ってるけど、いろんなところを回ってこの祭りを見てみようぜ。今年のウィンドブルーム祭は、私だったら。
聞いたことあるかい？放浪寮に変わったやつがいるって。知ってるか、リーゆえの神が。ここで何してんだ？かなりの人が集まってるけど。やあ、ちょうどいいところに来たね。全員僕の生徒だよ。どう？すごいでしょ。生徒？え？それって頭を抱えてるあいつらのことか？抱えてるだなんてひどいな。みんな必死に愛を表現する言葉を考えてるんだよ。意味がわからない。怪しい。君たちもウィンドブルーム祭のことについて聞いたんだね。お祭りの雰囲気に包まれたモンドはどうだい？気に入ったかな？君は？うまいもんをくれたら気に入ったって答えてやってもいいぞ。ふん、じゃあ気に入ってくれたってことでいいよね。ところで今暇そうだね。依頼もないし人助けもしてない。ただ真っ昼間からブラブラとしてるだけ。今身をもってそれらを体験しているってことは
ウィンドブルーム祭のことについて分かってきた頃かな。なんだよ、そんな得意げに。ウィンドブルーム祭は風神のみならず、愛を求めるモンド人のためのものでもあるんだ。愛情を得るためなら祝祭期間中は何事も自分でやる必要がある。もちろん愛情以外の感情をなそうとする人もいる。だから君たちが依頼を受けられないのも当然のことだよ。それがウィンドブルーム祭の伝統だからね。でも心配しないで、僕がいれば君たちが寂しく感じることはないよ。それにそろそろ君たちにもモンドの文化や風習を知ってもらうのにちょうどいい頃だろう。さあおいで、僕の助手になってくれないかな。助手？なんの？悩んでるこの人たちを見て。彼らは愛の詩を書きたいがために僕にアドバイスを求めに来た。だからこうして授業料をもらって教えてるんだ。彼らが抱えている悩みを僕が聞いて、置かれている状況と立場に立ってアドバイスする。本当は僕がアドバイスすることになってたんだけど、暇を持て余してそうだから君に任せるよ。君はいろんな場所を見てきたでしょ？そこで得た知識や経験で彼らに協力してあげようじゃないか。ただ人使いが荒いだけだろう。銀融野郎、まさか金にでも困ってるのか？ウィンドブルーム祭では限定のお酒が売られるんだ。たくさん買うにはお金を稼がなきゃいけないからね。やっぱりただの飲んだくれだ。じゃあ始めようか。もちろん僕も付き添うよ。君の横でヒントを出すから、僕のヒントをもとに彼らにアドバイスをしてあげて。楽で簡単な仕事でしょ。勝手に話を進めるなよ。そう言わないでよ。君はモンドの人々から信頼されてる栄誉騎士なんだから、君に活躍の場を与えるのは実に賢明な判断でしょ。いいかい、僕がこの動きをしたらそれは積極的に攻めていいという意味だよ。そしてこの動きをしたら現状を維持して焦らない方がいいという意味。最後にこの動きは早く諦めて無駄な感情を使わない方がいいという意味だ。どう？覚えた？いいよ、ちゃんと聞いててね。いいかい、僕がこの動きをしたらそれは積極的に攻めていいという意味だよ。そしてこの動きをしたら現状を維持して焦らん。最後にこの動きは早く諦めて無駄な感情。どう？覚えた？いいよ、いいかい、そして最後にどう？覚えた？じゃこの通り頼むよ。
いつ俺に教える番が来るんだ。どうしよう、改めて詩を学ぶって考えるとちょっと緊張してきた。そこの人、銀融野郎にアドバイスを求めに来たのか。オイラたちはあいつの助手だ。お前の悩みを聞いてやるぞ。え、いいのか。じゃあ話を聞いてくれ。僕はモンドのアイドルバーバラ様が大好きだ。君も知ってるよね、セピロス教会で一番可愛いあのお方を。彼女は可愛くて優しくて、笑顔と歌でモンドの人々を支えてるんだ。バーバラ様が好きで、同じ気持ちを持っている同志たちとも友達になれた。そう、もう気づいているかもしれないが、僕がバーバラファンクラブの会長だ。なんだか誇らしげに言ってるぞ。僕はファンクラブのみんなの思いを背負い、この特別な日にバーバラ様に祝福を送ることを誓った。もちろん僕は常識ある大人だ。アイドルの生活を邪魔することなんて言語道断だから、金融詩人と会うまでの時間でその方法をいろいろと考えたんだ。そしてファンクラブのメンバーが摘んだ花で巨大な像を作り、サプライズで教会の裏口に置くことにした。だから詩の指導はもう必要ない。僕たちは自分の言葉で詩を書いて像と一緒に送るつもりだ。巨大な像って？建物を2階分くらいの高さになるかな。うん、でも誠意はこもってるだろ。バーバラ様が見たらきっと僕たちの心に燃え盛る愛があることを感じ取ってくれる。このアイディアどう思う？うん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 。そんなに大きくて壮観ならきっと喜んでくれるはずだ。そうだろう、僕もこれが最高のアイディアだと思うんだ。アドバイスありがとう。僕はこれで失礼する。あいつもう行っちゃったぞ。そこの銀融野郎にアドバイスを求めてるのか。オイラたちはあいつの助手だ。お前の悩みを聞いてやるぞ。え、せっかく心して詩人さんにアドバイスを聞きに来たのに、いきなり人を変えるだなんて。恥ずかしがるなよ。
誰からアドバイスをもらっても思いを伝えるっていう事実は変わらないだろう。だから勇気を出しておいらたちに言ってくれ。そうだね。実はその好きな人がいるんだ。マーラって言うんだけど、可愛くて勤勉で時間があればいつも家の農業を手伝ってる。疲れると時々道端のベンチで居眠りをしたりするんだ。モンド城に住んでる子なのか？いや、彼女は清泉町に住んでて距離が離れてるんだ。それに僕の家の事情で、とにかく僕たちの家柄が違いすぎて父さんはずっと反対してる。でも僕はマーラと約束したんだ。会いたい時は星拾いの崖に行って星を見ようって。順調そうじゃないか。うん、だからマーラのことより父さんのことについて相談がしたい。父さんは保守的ですごく厳しいんだ。でもこれは父さんのせいじゃない。父さんと心の底から話したことがない僕の責任だ。だからもしこの機会に風の花を父さんに送ってちゃんと話すことができたら、彼女のことを認めてくれるかな。どう伝えるつもりなんだ？マーラの家は裕福ではないけど、彼女の優しい心と勤勉な態度はどれだけお金を払っても買えないものだってことを伝えたい。でも僕父さんに怒られるのが怖いんだ。怒られるのが怖いだなんて子供みたいだよね。そっか。うん、そうだぞ。心に思ってることをきちんと伝えて、お前たちの愛をお父さんに分かってもらうなんていいことじゃないか。なるほど、分かった。ありがとう。でもお父さんに花を贈るって言ってたけど、マーラには、彼女には何もないのか？確かにそうだ。それに詩人さんには愛の詩を教わりに来たんだった。そうだね、彼女にも花を。うん、後で摘みに行くよ。アドバイスありがとう。
回のウィンドブルーム祭でファンを取り戻すぞ。よっ、あそこの銀融野郎に悩みを打ち明けに来たのか。オイラたちはあいつの助手だ。お前の悩みを聞いてやるぞ。あなたたちは栄誉騎士とそのお友達。ここで会えるなんて思わなかったよ。じゃあ遠慮なく相談させてもらうね。私が花を贈りたい相手はセピロス騎士団代理団長ジン様よ。あなたたちはもうジン様を知ってるよね。彼女は本当に真面目で努力家なの。才能もあって仕事もできる。それでいて誠実で気遣いもできて、そしてすごく優しいし。わかったわかった、その辺は飛ばしてくれていいから。ああごめん、ジン様の話になるとつい。明日になったら使徒新鮮なタンポポの花束を用意してジン様の執務室に行って護衛の人に花を預けるつもりなの。でも花束とし悩むな。やっぱり名前は書かない方がいいかな。あれ、普通は名前を書くよな。なんでそこで悩んでるんだ。もしジン様が送り主の名前を見たら絶対に私を探してお礼を言いに来ると思うの。でもジン様はいつも忙しいから、わざわざ私なんかのために時間を費やすなんてもったいない。この花束がジン様の机に置かれるだけで私は満足なの。でも名前がなかったら素性不明のものとして警戒される可能性もあるから、どうしよう。素性不明のプレゼントなんて捨てられちゃうぞ。本当に？じゃあやっぱり名前を書くべきなのかな。何はともあれアドバイスありがとう。参考にするね。どういたしまして。頑張れよ。うん。君たちと僕で少し意見が分かれたようだね。どうやら僕がうまく伝えられなかったみたいだ。次はもっと頑張るよ。え、次があるのか。よし、じゃあ他に悩みがある人を。盛り上がってるな。俺も混ぜてくれないか。やあガイア、君も恋愛相談に来たのかい。最高の銀融詩人は感情に対する最高のアドバイザーでもある。もちろんその点は疑いようもない。しかし
お前は他の業務もやってるだろう。他の人に愛の詩を教えること？そう、お前が広場で生徒を集めてると聞いて俺も参加しようと思ってな。ガイアも愛の詩を書くのかよ。確かにな。それでも俺はプロから詩を教わりたいんだ。どうして？君は口が達者で僕の指導なんて必要ないと思うけど。単刀直入に俺を生徒にしてくれるかどうかだけ聞こう。もちろんいいよ。お金も稼げるし断る理由なんてないからね。よしよし、じゃあ今から俺はお前の生徒だ。生徒として少し要求をしてもいいか？やっぱり何か企んでたんだな。おいら分かってたぞ。なんだい？言ってみて。俺は生徒だから授業を聞くだけじゃなく、課題をこなして詩の練習をする必要もある。知識を応用し自分が書いた詩を先生に見てもらう、それが正しい学習ってもんだろ。それって吟遊野郎に生徒たちが書いた詩を添削してもらうってことか？そうだ、きちんと課題の詩を添削してくれれば報酬を出そう。それが俺からの要求だ。詰まるところ簡単にお金を稼がせたくないだけでしょう。そんなまさか。俺はただ授業を面白くしたいだけだよ。楽しいことをするのっていいことだと思わないか？ガイアは意地悪だな。でも詩の添削か。うん、確かに必要だね。僕もみんながどんな作品を書くのか気になるし。よしガイア、君の意見を採用させてもらうよ。お前はやっぱり融通の利くいい先生だな。でも待って、僕からも要求があるよ。条件を出し合ってるぞ。君の課題は丁寧に添削する、必ず上達することを約束しよう。その代わりウィンドブルーム祭限定のアップルフラワー酒を授業料としてくれないかな。君とディルックの関係なら手に入れられるでしょ。おやおや、そう来るとは。しかし美酒一本で指導を受けられるのならこの取引を逃す手はない。一本じゃない、三本だ。悪なき欲望。いいかな。ねえ、いいでしょ。
問題ない。やったー、早く紙とペンを持ってきて。ウェンティ先生の授業が始まるよ。原油野郎のポケットから紙が、あれ、名前が書いてあるぞ。アルバート、エリン、マービン、ティマイオス、ベネット、ガイア。元気がいいな。君がベネットかい？元気があってよろしい。その情熱を大切に詩の創作をしてね。はい先生。冒険者も愛の詩を学びに来てるのか。この授業は相当人気があるようだな。吟遊野郎がっぽり稼ぐだろうな。親愛なる生徒たち、大聖堂前の花壇に集合しよう。詩の創作に関する心得とテクニックをまんべんなく教えてあげるよ。授業の後は各自一作ずつ詩を提出してね。僕が評価してあげるから。それと授業料の支払いは授業が終わってからでもいいけど、逃げようなんて思わないでよね。あとモラじゃなくてビシュで払ってくれてもいいよ。先生、お礼の特別指導は？もちろん忘れてないよ。だからガイアは一番に提出してね。旅人、課題集めを手伝ってほしい。おい、そんなことまで助手がするのか？これはモンド独自の伝統文化で、君がウィンドブルーム祭に馴染むチャンスでもあるんだよ。君にこの祝祭を楽しんでもらうために僕がどれだけ頑張ったか。それに僕の報酬は君にも分けてあげるからさ。じゃあガイアが課題を終わらせた頃を見計らって騎士団に行こう。それまで僕は生徒たちに授業をしてるから。旅人、君はこの機会にいろいろと見て回ってくるといいよ。モンド城の商人たちが祝祭に合わせたイベントをやってるから、ぜひ参加してみるといい。